まあ最近最速最短で問題解決へ導くためのまあ思考トレーニングとしてゼロ秒思考っていうのがまあ,あるんですけどまあ最速最短でたどり着いた答えっていうのにはまあ深みみたいなものってまあ出て出こなないいですよね深みみたいなのはまあ出てこないというのは確かですねまあ最近頭だけで理解しているというケースがまあすごく多いので それは非常に危険ですね。非常に危険です。まあ、僕の場合は51秒思考。まあ、51秒で何かしらの答えを導き出すということですね。まあ、なぜ51秒なのかというと、まあ、僕あ、数字が好きなんですよ。数字が好き。で、まあ、51という数字がものすごく好きなんですけど、まあ、その数字にこだわって、まあ、何か結論を出すということに、まあ、向き合うということですね。 それに向き合い続けるということが、まあ大切ですね。まあ無駄なことって、できるだけした方がいいんですよ。じゃないと、最短で深みのある結論出せないでしょう。で、まあこの51秒思考の、まあ進化版が、まあユンケル思考ですね。ユンケルユンケルを飲んでから、まあ51秒間で、まあある、この形、この形を、まあ反復していく。というイメージですね。 なので、まあ、タイマーを使います。はい。51秒間で、できるだけ、まあ、積み重ねていく。なので、今回はタイマーを使ってます。あざーっすいや、ようけ書いたなぁ。ようけ書いたなぁ。書くこんなに。まあ、書いた文字数を、こうやってカウントしていきます。 結果的に102という数字が出たんですけど、まあそれを2で割ります。なぜ2で割るかというと、マイコンディションとマイユンケル。これ2で割ると、まあ51になるということですね。まあ僕の思考の形としては非常にいい形ですね。まあ51秒思考を積み重ねていくことで、まあ深みのある数字。まあ僕で言えば51という数字が浮かび上がったというのは確かな事実ですね。確かな事実です。おかしなこと言ってます僕。